まあね、厳しいけど何のネタもないんだよな。韓国なんとかなんのかな。あ、ペガコさんね。だって実はペガコさんと裏で仲いいんだよね。実は裏で仲良くって、今日ペガコさん誕生日でケーあのバースデーケーキ投げた。実は裏で仲良くって、うん、ね、私ペガコさんと女子会とかしたいけど、クルちゃんと真剣な話してたよ。クルちゃんと、私まゆちゃんに嫉妬してましたって言ってた。まゆちゃんのこと今まで嫉妬してたけど、もうまゆちゃんに勝てないから私は配信やらないって言ってた。もう勝てないもんって。私ってなんか男に俺がいなきゃって思われるけど、まゆちゃんは一人で生きていきそうじゃんみたいな謎のマウント取られちゃった謎マウント取られた。そんなことないよって言ったらでもくるちゃんそれ素で言ってるからいや、それはクルちゃん素で言ってんのよ。だからそこがクルちゃんの面白いところじゃないね。私一人で生きていけそうなんだ。なんかそれがなんかないものねだりなんじゃない。それが羨ましいって言われた。いや、私はクルちゃんの方が羨ましいよ。私はなんかこう俺がいなきゃダメっていいじゃんね。俺がいなきゃって思われたい。私そんな強くないのにな。そんな私強くないよ。いや、クルちゃんは配信してないだけで、クルちゃん面白いじゃん。クルちゃん、いや、それは配信やってなかったらランクは落ちるけどさ。そうなんだよ。だから私クルちゃんのこと好きだし、まあ、コラボとかしてみたいんだけど、まあでもな、私が強くてクルちゃんが弱い感じ、なんかオセロじゃん、白と黒で。なんかね、キャリーちゃんの時みたいになっちゃいそうだなとは思うけど。え、ミズニャンとペカコさん来たよ。みんな来た。コマチくん、コマイくん、あね、小前くんにさ、私の黒の T シャツ渡した？私渡してないんだけど、黒の T シャツなくなってんだけど。持って帰った、小前くん。足のマヨサンシャイン T シャツ持って帰ったかな、小前くん。盗まれたかも。なかったんだけど。誰持って帰ったの？ちょっと誰が持って帰ったの？ねえ、なくなってたから小前くん持って帰ったんだと思ってた。なかったね、掃除したんだけど。誰持って帰ったんですか？山田くん？あの、小夜くんがさ、右端座ってたじゃん、あそこに置いてた。なかったんだけど。じゃあママに連絡しとこう。ママに連絡した。ね、小前くんもシャンパン入れてたな、そういえば。まあ、でもさ、あれじゃん、シャンパン入れなかったからってさ、ね、たくまは多分バイトリーダーだから、多分みんな一律でタクマだけは
色ついてんじゃない多分ね。うん、マイク朝からすごいコスプレして体操してた。まあね、マリオがタクマにした気持ち悪いなあいつって、マリオさんあいつ気持ち悪いなって私もあいつなんか後ろの首ハゲてましたよマリオさんっつったら、マジでもうほんと気持ち悪いなってマリオさんが、珍しいマリオさんがそんなこと言うの珍しいよね、そんなキャラじゃないじゃん。いやそんぐらい好きなんだよ、みなみさんの、みなみちゃんのことね。嫉妬中なんだね。いや配信者多いよね、即バッキーとかさ、やきもち焼きと嫉妬中、うん、そうラブラブで、ラブラブでさ、やべ顔がテカってきたな、そろそろテカってきた顔が。みなみたくまに会いに来たんだろうって言われてた。なんかね、たくまがね、みなみちゃんの腕をこうやって引っ張ってたの。そしたらみなみちゃんが気持ち悪いって言って気持ち悪いって言ってた。まいちゃん韓国で旦那見つけよう。家帰ってからもみなみキモい、家帰ってからもみなみと乳首舐めるか論争で喧嘩してた。想像しちゃうからやめてよ、うん、やめてよ。へえ、乳首舐めさせろってマリオさんが言うの。あ、髪崩れてない？どう？頭痛いな。ラブラブでいいじゃん、ラブラブで崩れてないね。これね、ヘアメでやってもらった。今何時？ふわの女眉デコルテ姉さんしか勝たん。まあでも弱いですよやっぱ私も。全然ふわっち自体が老化してるっつうか、これといった面白い配信者いなくない？別にそれ女に限らずね、男も。いないよね。だから頑張りたいなって思うふわっちね。チムとウッキーは私これ以上は言えないけど、めちゃくちゃラブラブ、すっごいラブラブ、あの2人。これ以上あんま言えないけど、言えないけどすっごいやばいラブラブ、超ラブラブ。興味ない。ワイとゼロはもっと会話してほしかった。いやでもあれぐらいでいいんだよ絶対、あれぐらいでいいよね。それ以上話したところでなんかこうめんどくさいし盛り上がるかもしんないけど、いいとこで終われて、あれで十分なんじゃない、あれぐらいで。そうなんだよね、私いまだに言われたんだよ、今日おめかしするのはゼロワンのためとか、うん、よくうどん9杯受けた。私ね6杯か7杯食べてた配信外で実は、
ロリスっつうか、その嫉妬中で、ゼロワンのリスナーさんがみんながみんなそんな キモいわけじゃないよ。だって私共通のリスナーさん多いから、みんながみんなじゃないけどキモい連中はいるよね。いや違うんじゃない、ゼロワンのガチなんかキモいガチ恋なんじゃないかな。ねえ、じゃあ私今からゼロワン君に電話するから、じゃあね、ゼロワンに電話するから、じゃあまたね、みんな。出てこないんだ。なんで出てこないんだろう。いや、なんで出てこないんだろう。いや発狂するかなと思ったんだけど、しないけど。気絶してる、ね、寝たんかな。消えてますね、不思議なんだけど。寝てんだ。いや、私ん家に今おかんがいるの。おかんがいるから今多分寝てるからさ、起こしちゃまずいなって思って、だから私がね、たくまがいたら一緒に帰ってると思うよ。ちょっともう終わりますっつって。なんでたくまなんだろう、それがなんか不思議なんだよね。なんでなんだろう。あ、キャリーちゃんはねリスナーさん家に帰った。リスナーさん家に。あ、ちょうどあれだね。じゃあ感想までやるわ、2時間。感想まで。皆さん右下ナイスボタンお願いします。こんなに見てくれてるのに。487ですも嬉しいんですけど、お願いします。お願いします。あ、ありがとうございます。もうちょっとお願いします。お願いします。明日から韓国、明日っつうか、そうだね、今日は寝て明日、そう。あ、メガホンありがとう。何歳？22。あー、パフェありがとう。メイちゃんお疲れ様。あー、のちゃんありがとう。のーちゃんなパフェナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は眉下切開と手の甲に脂肪注入と、あとまあ糊でほうれい線に脂肪注入しようかな。ここ漏れないんだけど、こっちじゃない？あ、こっちだわ。手の甲、山田くんシャンパン入れたんかな、知らない。山田くんなんかお酒飲まないもんね。22なら話し合いそうだね。リュータ23歳、私の世代プリキュアだからね。 AKB とか。ゼロワンすごかったね、50万ポンと。
50万すごいな、私絶対無理だわ。50万とか50万使えないよね、うん、あ、フォローしてください、よかったら。あ、そうなんだ、山田君開けてたんだ、遠隔で。いなかったよな、でもいなかったよね。50万あったら、50万ポンって出されたら、まあ韓国行くかな、うん、韓国。いや、これマジでやばいわ、みんなに紹介する。これマジ効き目やばい、これマジでやばいわ。超元気だもん、だってこれ。むくみとか、あー、あゆぴよちゃんありがとう。私も今月毎日切開と毎没やるんだ。あ、そうなんだ、ハート花火ありがとうございます。いや、おそろだね、おそろ、うん、いいね。漢方即効性ない、私夕方に飲んだからね、普通に効果抜群だったよ、効果抜群、てきめん。LINE 追加でも私あんまね返さないよ全く返さないよ、私あのね見てないからさ、ニア友とかも返さないからさ、なんかこう、なんだろう、なんか報告とかなんか出来事とかあった時とかは返すかもしれない。それでも遅いかな、私。私も埋没やりたいけど怖いな。私埋没したことあるよ、埋没してみて、まあ、似合わなくて撮ったけど、似合ったら切開すればいいんじゃない。奈々ちゃんの天岐阜がないって、天岐阜、リスナーさんにプレゼントしてもらった天岐阜がないって。私も T シャツがないんだよね。あ、即効性あるんだ、漢方。うん、聞いた、マジで聞いた。今度からあれ飲む。でも、でもこれマジね、酔わない。酔わないね。酔いたい、お酒って酔いたいから飲むじゃん。だからキャバ嬢とか、飲み屋で働いてる人はこれいいかもね。うん、ゴミ袋に入れてた。あ、そうなんだ。甘木がないんだ、しょうがない。ああいう、なんだろう、大事なものは、うん、ね、持たない方が。5枚ぐらい、いくら入ってたんだろうね。あ、リュウタンありがとう。これね、病院でもらったの。これおすすめ、17番。水商売働いてる人は17万いいかも。5、6万の天岐阜やばい、うん、それやばいね。いや、なくしちゃうよ、でもああいうところは。あ、5、6枚ね、5、6枚か。お店戻って、まーさんどうして、お店今からあきこママの店に、うん、整形お店戻って、ちょっとよくわかんないかも、うんうん、もう終わってるよね。ゴミ袋、ゴミ袋になる。え、やばくないこの人、まーさん。え、奈々ちゃんのリスナーさんってこと、奈々ちゃんのために私戻れってこと。指図してくんなよ、てめえ、お前の分際で。
ブロックするよ。ブロック、お前が行けばいい、よくね、心配なら、本当だよね、ワンタ、待って、ワンタロウさん、ワンタロウさん、私ね顔と名前が一致しないんだよね。顔見たらわかるんだけど、ワンタロウさん、誰だ。チルちゃんと来てた人、あー、ワンタロウさん、あの人か、いい人だったよ、ワンタロウさん、いい人だった。あ、ワンタロウさんね、ナナちゃんのおかげで金稼げたんだから戻れ。しつこいよお前、本当にしつこいです。皆さんちょっと最後にナイスボタンお願いします。いい人、ナイスボタンお願いします。あ、今ツイキャス配信者なんだ。ワンタロー海外配信の先駆け、ありがとう、よりくん。めいちゃん、昨日お疲れ様。昨日ね、途中寝落ちで、めちゃ、あ、よかったよかった。てめえみたいなやつでも優しく接したナナちゃん裏切るな。あ、これナナちゃんのリスナーさんなんだ。やめた方がいいよ、印象悪くなっちゃう。ナナちゃんのリスナーさんっていう、ナナリスっていうブランドが落ちちゃうかな。やめた方がいいよ。ブロックしますね。ブロックしました。あ、トーコちゃん、キーピーありがとう。にちゃんとあまみね、お疲れ様。あ、ゆうちゃんもありがとう。まあ昨日はね、何の、私はね、なんかちゃんと働いてたわ。この人はナナちゃんに相手にされてないもんねって、私のこと言ってる。ナナちゃんの天城府が入ったカバンがないみたいだよ。え、カバン自体よってこと？あ、そういうこと。カバン自体をでもなかったけどね。ナナちゃんリュックで来たけどな。ありがとう、ナイス、ありがとうございます。リュックは背負って帰ってったし、カバンで来てない。最初から奈々ちゃんリュックだけで来てたけどね。翔くん店に戻るって、優しいね翔くん。マジか、ゴミ袋挟んの、すごいなそれは。マジか。翔くんよろしくお願いします。翔くん、あの、私デートするからね、翔くんと韓国帰ったら、私に彼氏ができてなかったら、韓国、まあ私はね普通に家帰ってお風呂入ってゆっくりします。いや、わかんないじゃん、出会いってさ、いつ何時何が起きるかわかんないから。いや、翔くんね、二十歳になったばっかだから元気なんだよ翔くん。あ、みほちゃんありがとう、 DM ありがとう。あとで確認するね、あとで。若いよね翔くん。チルちゃん、まゆちゃんコンビ最強だった。いやー、でもチルちゃんとあんま喋れてなかったよ。
ワンタロウさんとこう喋ってたから邪魔かなって思ってね。おはようカンプちゃん、邪魔かなって思ってさ。本当ややちゃんすごかったんだから、まゆちゃん働いてないって。ややちゃん配信見てきたよ。まず天城府ね。そう天城府、今から翔くんがゴミを漁りに行くらしいよ。いや私はやりきった、楽しかったし、楽しかったね。久々に働いたな。ね、今日はね、まあお風呂入って寝て起きて、明日の午前中かな、朝9時とかに配信始めると思います。皆さん、じゃあもう感想じゃないけども2分なんでお願いします。右下のアイスボタン最後に。お疲れ様でした。本日奈々ちゃんの一日店長、お疲れ様でした。本当にありがとうございました。緊張したけど、なんかこううまくまとまって、私誰とも喧嘩もせず荒れることなくできたんで、でまた働きたいけどな、もう終わっちゃうんかね。最後にお願いします、600ナイス行きませんか。これ600ナイスよかったらよろしくお願いします。で明日から韓国編よろしくお願いします。韓国編一緒に旅しようぜ、まゆちゃんと。よろしくお願いします。ありがとう。明日からみんなで旅だよ、旅、旅に出ます。私は明日から、ね、私の敵はイカルドさんだからね。イカルドさんナイス、姉さんも強いし、ヨシエさんも強いし、頑張ります。あ、楽しみ、よかったですね。お出かけ配信楽しみ。あ、皆さん最後に押し切っちゃってください、よろしくお願いします。押し切っちゃってください。600ナイスまで押した、ありがとう、ありがとうございました。 ありがとうございました。じゃあみんなまた明日ね。じゃあゆっくり休みます。お仕事行く人もね。